はい、ラバウルの王子ロータです。今回はですね、結婚仮後のクエストということで、リランカ島へ出撃したいと思います。そして、構成はこちらです。ドドンと、はい、初心に戻って最初の秘書官は村雲となっております。久しぶりの出撃会でね、装備は対戦装備と、対戦装備持たせてるんで、こちらで大暴れしてもらいましょう。あと従順にで、ボス前固定ということなんで、マヤとガッサさんを入れておきました。まあ、後順がどっち判定になるかわからないんで、無難に従順の方入れておきました。それではね、行きましょう。4-3リランガ島空襲。コメントの方でですね、ボス S 勝利しないとクエストは完了しないし、あと潜水艦が出る構成もあるよって書いてあったんでね。初見の時はね、運よく潜水艦出なくて単獣輪で押したけど、潜水艦の可能性もあるんであれば、まあ、定型陣のバランサーで行きたいなと思っております。ここは、潜水艦なんで単王陣で、まあ、村雲対戦装備さっきも言ったけど持たせてるのと、あとこの雷順の基礎がいるんで負けることはないでしょう。ただ雷順と駆逐に攻撃が行くと中破する可能性もまあなきにしも、ああ潜水艦以外もいる。そしてね、こちら動画での初めての初陣ヤマトでございます。はい、この破壊力単王陣ですよ。ここね、初見で行った時の動画まあ見返したんですけど、司令部レベル56で行ってたかな。今司令部レベル100人なんですけど、その時ね、従順が育ってなかったから、固定しないでゴリ押し構成の乱数調整をね、例の乱数調整を使ってクリアしてたかな。ちなみにここのボスで初めてね、混合型の春菜が出て、前回の動画と同じように大はしゃぎしてましたね。何？不満なの？不満などありませぬ。いやー懐かしいなー、村雲のセリフ。その時まあここ行った時の動画のパートが12で、約5ヶ月前のロータ提督なんですけど、まだ見たことないよって方はぜひそちらの方を先に見ていただけたらなと思います。次のメンテの話しましょうか。次のメンテが26日みたいで、今週はメンテなかったのかな。わー、暴気が持ってかれた。そしてうわー、いいぞ、村雲やられたか。くー、さあやるわ。いや村雲ちょっと危ういかなと思って機関に持ってきてたんだけど、ダメだったか。まあ、まだ中波なんで。マヤ様の攻撃くらえ、弱すぎる。で次のメンテで新海域実装と新遠征実装、そして陣痛回に実装、さらにそれに関わる、新装備が実装と、いやたくさんのアップデートがあるということなんで、ああ楽しみであるが、中波2隻か。うわー S 取れるかな。だって潜水艦構成引いてしまうと対戦番長村雲が攻撃通らんよな。
いらんかと4の3の割になかなか手こずるではないか。あ、そうだ、ここ見てください。前回の動画では、少々だったんですが、なんとか中将まで盛り返しました。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。最近ちょくちょくね、出撃する余裕が出てきたんでね。おお、帝国で生まれた帰国子女の金剛です。よろしくお願いします。あの公式ツイッターのアイコン画像変わってたけど、あれってジンツ回2なんかな。腕回り見ただけでなんか強そうやったけど、これ今ボス前かな。よく見てなかったけど、ボス前だとするとこれは乱数調整を使うしかない。いやー、動画時間短くなるからな、ボス行かれると困るわ。それてくれへんかな。ぐぐぐぐぐぐぐぬぬぐぬぬぐ。まあね、ローダ提督は預言者なんで。しすぎなさい。ぐぬぬ。最近乱数調整調子悪いな。補給艦いるのか。でもね、補給艦クエもう全部終わらせてあるんすよ。ロゴも終わらせてありますね。さあやるわ、風雷激戦よーい。今いいぞ。ジンツとね、中ちゃん育成中なんですけど、階層レベルっていくつぐらいになるんかな。イスズカイニと同じ50くらいじゃないかなと予想はしてるんですけど。あとね、久しぶりの新海域ワクテカですね。ドロップも期待かな。まだ持ってないカンモスいっぱいいるんで。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。はい、それでは結婚仮後のクエスト、リランカ島空襲に2回目出撃いきたいと思います。構成は同じです。出撃するわ。そしてですね、新遠征について少しお話ししたいと思います。まあこれはあくまで個人的な要望ではあるんですけど、長距離練習ってあるじゃないですか。あれ結構な確率でバケツ30分で持ってきてくれるんで、あんな感じの、開発資材版っていうのが欲しいかなっていう、これはまあ希望ですね。30分ぐらいで開発資材1個持ってくるか持ってこないかみたいなクエストがあればなと。開発資材はね、自然回復しないから一番きついよね。さあやるわ、風雷激戦よーい。風雷激戦開始しちゃう。あと新装備は陣痛専用になるんかな。いいぞ。そこがちょっと気になるかな。全艦突撃。まあ、新装備だとして軽巡専用装備ってどんなんなるんだろう。公式のツイッターであったような、なんか照明灯がどのこうのってあったけど、戦策範囲が広くなるとか、そういう装備かな。まあ情報出てないんで、ほんま適当なことペラペラ喋ってますけど。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。マヤ昇波か。次の回戦もお任せくださいね。あとそうだ、俺の名は天竜。実はね、実況外で新たなカンムスをゲットしたんで、動画の最後に紹介したいと思います。いや、ヤマトに次いで次のね、見たことないカンムスが、見たことないというか、まあ見たことはあるんですけど持ってないカンムスが来たんで嬉しかった。これも動画で撮れてたらよかったんですけどね。あー、遠回りルート来た。これ、それじゃあそろそろコメントを拾っていきたいと思います。元帥
維持についてなんですけど、あのね、使命感、走行甲板は立てではないわ、元素維持するの使命感出てくるよねっていうコメントあったんですけど、いや実際ロータ提督の場合ですね、あの元帥になったらこの元帥を維持するのもそうなんだけど、元帥になるとね、あのランキングがちょっと見えてくるんよ。500位以内入れるんじゃないかっていう。そうなってくるとね、ちょっと頑張ってランキング目指してみようかなって思うし、ランキング入ると入ったら落とさないように維持しないといけないし、まあ、なんせ元帥になるとね、元帥以下に落ちたくなくなるんですよ。なんかよくわからん使命感が出てくるっていうね。まあこれは僕だけなのか他の方もそういうのはあるのかちょっと気になりますが、うずきが3の4と4の4と5の1と5の3で出るということなんで、4の4か5の1で狙うのが妥当なんかなと、まあ、個人的には思いますね。あと弥生が2の2と3の3と4の2とオール30建造で出るみたいなんで、まったりそのうち出ればいいスタイルで待っとこうかなと。もうオール30ね、毎日回して、まあ、出ればいいかなって感じで、まああとはクエストがてら2の2回して、まあ、出ればいいかなぐらいで待ってたらそのうち出るんじゃないでしょうかね。あの前回の動画でね、あの大型艦回し続けて、ようやく身を結んで、皆さんからたくさんのおめでとうをいただけて感無量です。コメントはね、他のコメントももちろん全部読ませてもらっております。でね、そのコメントを動画内で話させてもらって、ゲーム実況というよりもコメント実況プレイをしてるっていうね。どうもコメント実況プレイヤーのロータです。よろしくお願いします。カンコレコメント実況プレイやっていきたいと思います。さあ次がボス前で合ってるかな。ただ基礎がチューハしちゃってるか。ボス行く前に一石はチューハしてるよな。お任せくださいね。ただ村雲が無傷なのはありがたいかな。潜水艦出た時に対策練れるんで。重婚かっこ課金の件なんですけどね、まあ、700円、700円すればまあ課金できるということなんですが、問う！なかなかボスいかんな。まああの戦艦か空母が育ち次第重婚はやろうかなと考えております。まあ燃費も良くなるし、大和型とか育てていきたいかな。山本方育ってる方羨ましいな。あとね、武蔵がレベル40で改造できたはずなんですけど、それでね、大和1週間で45まで上げたんですよ、まあ、演習だけで。でまあ改造しようと思って改造画面に行ったら改造できんかったんですけど、あれ何レベルでできるんやろか。いいぞ、まさかの姉妹艦で改造レベルが違うとは驚きだぜ。ボスに行けないことでも驚きだぜ。ヤマトドーン、よし、いい火力だ。そして基礎ドーン。
基礎ドーンはちょっと小さいかな。キヌガサドーンも中波か。中波してるからダメ。どうなんもんな。第一次攻撃隊。大砲ドーンは結構いくで。ミスりおったで。次こそ三度目の正直という言葉があってだな。ボス行ってもらおう。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。はい、ボス前3回目です。今回はですね、乱数調整という邪道を使わずに行きます。お願いします、ボスに行ってください。それだけを切に願います。ボスに行けません。4回目です。何回やれば行けるんだ。ギョエ、いやー、先ほどね大破撤退して、その次の出撃でなんとかボス前まで来ることができました。これ何回目だ。やっとボス着いた。ああ、長かった。ここ、定型陣で行くって言うてたな。大丈夫かな？これで S 勝利取れなかったら、また最初からだ。頼むぞ。勝たせてくれよ。よし、ボス戦しながらちょっと絵について語りますか。今ですね、ヤマト書いてて、ただ時間がね、あまり取れてないんで、まだ下書き状態なんですけど、動画の最後に乗せたい、うわー乗せたいと思いまして、うわー定型陣選んだのに、潜水艦おらんかったし、雷撃も当たらんかったし、これまずったな。単獣陣が正解か。うわー、エース取れそうにないかも。単獣陣でやった場合って対戦装備乗せてたら落とせるのかな。村雲じゃなくて、あそこを夕張にして対戦ガン積みが安定だったかもな。さあやるわ、まあちょっと、うわあ、どうだ、野戦できるのが4隻、あと1隻は落としておきたい。落ちろ、落ちないの。定型陣ってここまで落ちるか。うわー、頼む、雷撃当たれ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 、あれドーン、うわ、 S 勝利取れそうにないですね、残念ながら。やっちまったで。あー、あかん、終わった。次は直撃させます。よし、気を取り直して次はちょっと夕張連れてきます。それで三十人で行きます。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。よっ、私マヤってんだ、よろしくな。弱すぎる。こんなところでヤマトは沈みます。ヤマトが中破している状態ですが、これはボスに着いたところで S 勝利はいけるのか。ああ、こういう時に限って行ってしまう。くー、羅針盤さんほんまに鬼やで。単獣陣で行きましょう。ただ大破しなければ野戦に持っていけるんで、とか余計なこと言うと大破する可能性が。よし、オラン、なかなかあれかな、潜水艦出る構成って少ないんかな。弱すぎる、一石落とせ。よし、
ただやっぱフラセンをどうにかして、おお中波でもダメージ結構、うわー、ちょっとばかし涼しくなったぜ。高雷撃戦って、よし二石落とした。うわー、もう、あ、まあでもいいか、夕張は対戦装備乗せてるだけだからあまり戦力としては、ちょっと絵の話またしたいな。前回色の塗り方わからない言うてたんですけど、サイっていうペイントツールで塗り方わからなくて、カンコレのチュートリアルでもですね、理解力なくてわからないまま進めていって、コメントに助けてもらいながら今に至ると。絵描き始めてどれぐらいで色は塗れるようになるんでしょうかね。よし残り2隻なんとか落とせないか。ただ上から順番だからフラセンの攻撃がどこに行くかで、うわ嫌なとこ行った、もう狙いどころ良すぎだろう。落とせ落とせ、よし頼む頼む、落とせ、よっしゃマヤ様とヤマトギリギリ落としてくれたな。よし長かった、ギリギリS勝利。私はマヤ様だぜ。今度からマヤ様とお呼びさせていただきます。おう、航空カガッチ、カガです。あなたが私の提督なの。これ対空もバッチリ、ヤマト改装した時に使おう。よかった、作戦終了。よし、じゃあね、まず大型艦建造なんですけど、まだね、矢作が出てないんで回したいと思います。では大型艦建造、これ初期値で多分矢作出ると思うんですよね。阿賀野と能代が初期値で、初期値回したら出たんですよ。なので期待して回しましょう。いきまーす。はい、ドンと。もう最近はね、時間見ただけで何が来たかっていうのは分かるんで、1時間で、あ、1時間半。1時間半？ん？あれ？ 1 時間半ってなんだ？え？ちょっと待って、時間見ただけで分かるって言ったけど、1時間半ってなんだ？丸湯16、1時間半？秋津丸かな ?1 時間半で言うと。まぁ、ちょっと、もうせっかくだから開けちゃうか。まぁ、そんなに高速建造、なくなるってことはないから。他1時間半ってあれだ。従順だ。新しい艦が収益できたみたい。あれだ。トネ型か、あっちあっち。あっちあっち。もがみ型だ。そうださ、もがみ型。ミクマとか、スズヤとかの、どっちかだ。あー、クマノか。私が従順、クマノですわ。ド忘れしちゃってたぜ。それでは、新しい艦物入手したと言ったので、お見せしたいと思います。図鑑の3だったかな。はい、こちらです。ミクマ、モガミ型一番艦のモガミンとはとっても仲がいいのだけれど、仲が良すぎて彼女とは衝突することも多いの。ええ、そう、物理的に。私はちゃんと前見てるのよ。これは史実でぶつかったってことなのかな。で、このミクマなんですけど、大型艦建造の初期値で出ました。あともう一つ確認しておきたいのが、ヤマトの中波一番艦ヤマトです。艦隊決戦の切り札として、呉海軍交渉で極秘建造されました。当時の最高技術の粋を結集されたこの体、2番艦の武蔵と共に
連合艦隊の中枢戦力として頑張ります。ヤマトさん、ちょっとパッド大きすぎやしな、しませんか？思ったよりヤマトって胸小さいな。これでごまかしてたのか。騙されたぜ。だってほら、こっちとこっち比べるとほら、大きさ 1.5 倍ぐらい違う。そして、パンツ履いておらぬ。だって、パンツ履いてたらここ、あるはずなのに。ない。まさかのノーパン。いやー、さすが。ヤマトほどの戦艦となるとパンツは履かへんねやろな。それじゃあ、提督、おはようございます。クエストクリアしたので、見ましょうか。お疲れ様です。よーし。あ、こっちじゃない。あ、こっちも一応やっておくか。よーし。あれ？あれ？あれ？あ！強い絆を結んだ艦無双機関。ガーン！クエストよく見てなかったよ。学士。ヤマト型戦艦、1番艦ヤマト。押して参ります。